ああ3分以内に着いたな。少し強くなったのでしょうな。ちょっと本気出しすぎちゃった。黒の面影さんを捕まえなくては。まったく追いかけっこ続きですね。次は追いかけっこステージってこと？皆様お待ちください。はい。新たな流れが検知されました。江戸城を脱出せよ脱出せよ。黒の面影が言わんとしていること、私には想像がつきました。どういうこと？夢は歴史とも物語とも呼べぬ断片だからこそ、歴史とつながれば危険です。うん、それはわかる。そう見込んで調査は継続されました。しかし夢の改変目的が歴史への介入ではなく、調査として送り込まれる刀剣男子の全滅であったら、私たちはまんまと罠にはまったことになります。ああ、それが目的だったってこと？でもこの本丸潰したところで他の本丸あるよね。それを政府に伝える術は今はもう皆無です。通信は閉ざされたのですから。でもどうなんだろう、他の本丸で同じ手口に引っかかっちゃったとこってあんのかな。もし本当にこの先を進めば、そこを手段さえ失われるとすれば、皆様余裕だな。玉砕覚悟、最初からそのつもりだった。主を失い、あてどなく漂っていた俺たちだ。あ、そういえばさ、あのサニワの歌が狙われたってどっかで言ってたと思うんだけど、歌って、まあ、あの曲だと思うんだけど、あのなんていうのあれ、ステレオ、あれが狙われてんのかなってふと思ったんだけど、あれその畜生塚に関連するものだったりする？あのステレオ、蝶々の絵が描いてあるんだよ。三日月宗近、構わないんですか？あんなにサニワの帰りを待っていたのに。希望が消えるわけではない。そうだろう、そうだろう、ワイルドだろう。そっか、多分おじじはまだ諦めてない。最後まであがくとは、明日を信じてこの身をつなぐことだ。うわあ、ええこと言うわ。はあ、そうでしたな。今さら心揺らすこともないようです。長い漂流生活で私たちの願いはいつも一つだけでした。わあ、早くこの本丸にサニワ帰ってきてあげてほしい。皆様、最後まで案内してくださいね、紺之助。承知しました。お供いたしましょう。まあ一蓮托生よな。え、おもちゃん何考えてた？脱出せよって言ってるけど、ただ走って脱出なわけがないんだよな。ナメプーはダメだよな。おもちゃん、おもちゃん強いよな。でもさっき使ったよな、虫の時。あれ使ったよね、使っ、ナメプーはしないとして、ちょっと被るけど 1,2 で行くわ。参ります。で、おもちゃん連れてくか。ちょっとやっぱ卓が減ってきたな、なめぶしちゃいけないって考えると。私で良いのか。8分、では好みを役立ててみせましょう。お願いします。黒の面影はこの先です。追いかけましょう。追いかければいい？どんな感じ？8分って短いよな。未来がないと知ってなお足掻うというのか。予想外かい？諦めが悪い方でな。最後までやらせてもらおう。諦め悪いおじじかっこいいっす。何？ちょ、江戸城が崩れようとしているのか。え、
もしかしてスピード勝負のやつだった、スピードアップのやつ買っておけばよかったかな。攻撃力増し増しので、今は目の前の敵が先ですね。装備できたんだけど。切りますよ。やらないとダメか。だって開いてないもんな。いやもうダメに大丈夫。やるぞ。敵は倒したけど、まっすぐに黒の面影さんを追うのは難しそうだね。え、どこどこどこ、どこ開く？これあんまり長いすると俺たち生き埋めになっちゃうんじゃ。分かってんだよ、分かってんだ、開けてよ。あ、新たな道が生まれたのは不幸中の幸いか。とにかく行ける方へ進みますか。よし、入ってる入ってる、行きた。はい、よし、やつを追いかけなければ。あ、開いて開いて開いて、ここは無視でいいな。急げ急げ。でも1、2はそこそこ足の速さがあるから大丈夫。うん、おっとっと、退路を断たれた。あー、お前か。ここを抜けるだけ。とりあえず強行撃たたみ。あ、痛い痛い痛い。急いで片付ける。最後が瓦礫に潰されてなんて似合うじゃないか。あ、ちょっと本気よ私は。いや、これで入っただろ。オッケー、これでもう行く手を塞ぐものはないな。うん、あ、こっちこっち行こう。はい、もうこんち、あ、全然間に合ったね。あ、ここでゴールか。終わりました。あ、3分以内に着いたな。少し強くなったのでしょうな。ちょっと本気出しすぎちゃった。オッケーオッケー、また一つ理解できました。うん、ようやくたどり着いた。終わらせよう、このいびつな夢を。うん、この夢さえ終われば全て終わるとでも言いたげだな。おめでたいことだ。おめでたいことの何が悪い。夢と歴史がつながる手立てなど存在しない。夢は断片のままだ。何者にもなれない。私もお前たちも永遠に漂うだけだ。我々が犠牲になるだけ。よかったですね。調査の結果が認められれば主はきっと本丸にお戻りになる。永遠の漂流なんてない。たどり着くはずも必ずある。強くなったね、おもちゃん。帰っといで。よし、え、誰誰、何、あ、食べられた。イモムシ？想定外です。もう想定外にも慣れたよ。あの者はどこへ消えた？遥か高く、江戸城の上層部に向かったようです。追いましょう。ですが。ですが？新たな流れが検知されました。いや、一旦セーブか。確認を。我々があの者を追い、この世界の消滅を成し遂げたら、え、帰れんの？帰れない。この調査に向かう刀剣男士はいなくなり、あ、犠牲は減ると考えてよいですか。
一にいいセリフもらったね。はい、ありがとうございます。それはそう思います。それを聞けてよかった。第一部隊ほど僕らは潔く受け入れられなくてね。どうせ散るなら雅にって思っちゃってました。石田三成様みたいに主やみんなのためを思って戦うよ。主に思いを届けられなかったことだけは無念だ。少なくともこれをやってるプレイヤーであるまあサニワたちには届いてるよ。大丈夫だよ。まあね、生きて戻れさえすれば俺たちの報告がうまくいかせたんだろうが、言っても仕方ないか。希望を託せるだけよしとしようぜ。うわー、みんな覚悟決まってんじゃん。いやでも言うてなんかね、勝てるっていうか帰れるよ。大丈夫だよ。あら、二人きりになる。三日月、私の望みを皆の明日につなげられたらいいんだが、頼みがある。虫を倒し、この夢を壊した後に。え、何不安なこと。私のもう一振りを切らないでくれ。私の元に返してほしい。面影、虫は切るぞ。黒の面影は無惨して消える前にお前が迎えに行けばいい。そうだね。あ、それで私という刀剣男子が初めて歴史を守ることになるのだろう。あー、よかったね。お前たちの明日を。そうだね、多分虫でしょ。いや、おもちゃん連れてきたいよな。おもちゃんとおじじ連れてきたいけど、どっちをメインにするかってことよな。やっぱおもちゃんか。ただ戦う影のごとく。うん、で、おじじサポートしてもらおう。お前と共に戦うのも面白くなってきたぞ。これで最後だけどね。ん？何の虫？でかっ。この花のまどろましさ、風流とは言いにくい。入ってるな。自分のこと見えなくなる。なんだこいつは。あ、なんか虫のデザインがおもちゃんっぽいね。幻影を残し本体は消えたか。ちっ、卑怯って。虫たちって取り込んだ人のそのモチーフっぽいのをデザインに入れるよね。あの女王蜂の人とか六文銭みたいなの入ってたもんね。立ち尽くしていても始まらんな。ひとまずこいつを追い払うぞ。オッケー。ちょい、ベお、くそ。よし、あとはお前じゃん。いいね、攻撃力増し増しで来とるからな。待ってました、本体のご登場だぜ。いや、虫がでかい。みんな気をつけるんだ。何か仕掛けてくるようだよ。何？え、ちょっと叩き切ってくれる。あ、これ攻撃力によって連打の強さ変わる。見てみな、隙だらけだぞ。まあいい。あ、攻撃するなら今だ。この先に知ったことか。いいね。そうだ。もう一回ゲット。奴ら夢は僕らが終わらせる。ちょ、何また。姿を消したか。幻影を倒し本体を引きずり出すぞ。あ、そっか、幻術使いだからスコン出すんだ。黒の面影さんの力が幻影を生み出しているのか。あいつは虫の力も黒の面影さんの力も使えるってこと？え、
ど。厄介だな。あとは？あ、その攻撃でよかったかな。うん、いや、いいね。やっと本体が現れたか。あ、待たせたか。お前の死が来たぞ。お前の死が。攻撃するなら今だよ。いいね。あれ使っちゃおうかな。やっぱ隙が打つ。共に来てくれ。ああ、共に。あ、いいね。あれ、こんなセリフだった。行くぞ。今なら気持ちよく切れそうです。使うわよ。どうか。はい、わかった。良い出来だ。お、あれ、あ、第二形態あんの。え、力出し切っちゃったけど。あ、なに、え、どこ行くの。凶悪な姿になってる。この世界の力をも取り込んだというのか。じゃあ第二形態あるならさ、事前に言っといて。攻撃に変化があるかもしれません。気を引き締めてかかりましょう。ん、変化変化。え、なんだあれは。え、巨大な花。え、レーザーでも出す気。俺たちに狙いを定めたらしい。立ち止まるのは危険だな。マジかよ。いや、赤い範囲じゃないからな。危ねえな。避け続ける他ないか。土壌は崩れ、はい、世界は異様に歪んでいる。入ってんな。報酬の最果てといった妖精です。なんだか物悲しいね。この世界の発端は純粋な憧れだったはずだ。この状態になってしまっては。ちょ、入ってないかもしれない。だが諦める気はない。そうだろう。お前の目がそう言っている。入ってるよね。力を貯めているようだな。何をするつもりだ。何のターン。逃げるターン。隙のターン。もしかして衝撃を作ったのかな。僕らの攻撃が効くといいけど。って言い方は効かないってことじゃん。どうすんの。攻撃が効かん。やみくもに攻撃しても無駄だし、ここは頭の使いどころですね。あ、ってことはこのレーザー光線を当てろということでは。ん、何、当たってるな。あ、放つ光線、こちらも攻撃に利用できないかと思ったよ。試す価値はありそうだ。光線が本体に当たるよう誘導してみるか。オッケー。あの光線が来る。本体の方に誘導してやるか。ポ当たってない。回避したね。うまくいった。敵の障壁、うん、使いどころだろう。第三形態ないだろ。荒波のごとくな。第三形態あったら怒るからね。断ち切る。どう、どないどない。かっこいい。行くぞ。今のうちに叩く。うん。袋の重くなさも重くなさも一気に。回避するのは無理がいい。あ、くそ。あとちょっとなんだけど。僕らもどんな形になろうと精一杯やってみせよう。誘導して誘導して。敵もだいぶ弱っているみたいだ。吠えるとあれね。気を抜く。ほらほらほら。うるさいうるさいうるさい。これだろ。こうどう。はい。
らってんのかな。来た来た来た。えい、終わりだよね。ね、第三形態はダメだよ。え、第三、え、嘘でしょ。え、 FGO かよ。なんという気迫。最後の勝負に出るつもりだろう。いや、第三形態やったら怒るって言ったじゃん。俺たちも最後の力を絞り切ってみるか。三日月、号令を頼むぜ。えいえい、お、マジか。ああ、何度目になるかな。始めよう。始めよう。何度だっていい。めい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 。引き続け。言われずとも、ぶった切る。夢の終わりを迎えるまで。ちょっと届かない。やばい。プロのお兄さんの言ってた通りだ。どん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 うるさいよ。おお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 。いやー、攻撃今入ってるけど。黒の面影、虫の中でどんな思いだ。えっ、囚われたままで虚しいだけだ。引っ張り出してやる。うん、攻撃入る。はい、食らいましたね。入ってる。本当に立派です。私は仲間を心から頼もしく思いますよ。主よ、どこかで感じていただけていますか。我らが全てをかけた戦を。うん、見てるよ。待て、敵が力を貯めている。仕掛けてくる前に一気に蹴りをつけようか。それしかないだろ。いや、それしかない。え、ゲージとかもうないけど。あ、もう一回いけ。 あれいつの間に脱いだ。攻撃当たった。嵐のごとくな。切り刻む。かっこいい。何？何？お前をしてる。夢にしがみつくその執念、断ち切るぞ。うん。あと少しだ。みんな、共に行こう。共に行こう。もう一組の私を戻ってきてくれ。どうか。はい、あ、いる。みんなを。頭にいる。仲間を守るために。最後のステージがウユニ塩湖だとは思わなかったな。やったやったやった。終わりかな。え、あれ帰ってきた。あれ帰ってこなかった。終幕だな。こんのすけも消えちまったぜ。どこ行ったの。夢は断片として残ったか。俺たち頑張ったよね。あ、主も褒めてくださるだろう。私がここを本丸へつなげよう。私の中のもう一振りはこの夢を切り、繋ぐ役目を担っていた。
私にもできるはずだ。再構築ですか。その場合君は。嘘だよね。なぜだ。お前だって遠い明日に望みを託すな。三日月、またあの歌聞かせてほしい。もう、はい、わかった。その自分を犠牲にしてみんなのこと守りそうな感じがしたけど、そっか。最後黒いおもちゃんと一つになれたということでいいんだよね。だからあの能力が使えたということでいいんだよね。なんかすごい儚げな最後だったから、なんか間に合わなかった、と思ったんだけど、いいんだよね、間に合ったということで。夢にまで見た刀剣男子を操作して戦えるゲームだよ。あれ？四方さん、四方明子さん、四方さんで合ってる？あの日暮らしとかのあの方かな。あ、違う？うん？あ、まあいいや。操作できてさ。結構しっかり、私はストーリー結構好きだったんだけど、こんなにしっかりしたストーリーを用意してもらえて、なおかつこんなに操作できて、必殺技もめちゃめちゃ力が入ってたじゃない。ありがたいよね本当に。あれ、待ってたか、やったわ。それ私はちょっと刀剣乱舞の本家からは結構足を洗ってしまってるけど、やってた当時なんちゃって MMD あったんだよ、ニコニコに。あれ見て本当に虚無コメントしてたタイプのサニワだから、実際自分でプレイできてるっていうのが本当にすごいと思う。さっきも言ったけど、必殺技も結構固有に用意してもらえてるし、絆会話もバラエティ豊かというか、シリアスなものからまあ面白げなものまで用意してもらえてて、まあそれはね、私動画でやるつもりないから映してないけど、結構面白かったんだよね。それアニメとか、まあ、映画とかあったけど、それ以外にもすごい補填してもらえた感じがする。特に私、1,2 が好きだから、粟田口家ね、好きだから、
すごい兄弟の普段の日常みたいなのが結構垣間見えたんだよね、絆会話で。2期とかは結構しっかりしてる感じだけど、1、2にしっかり迷惑をかけているというか、ちゃんと弟やってるというか、2期だからさ、つい2期ってんのかなって思っちゃうけど、しっかり弟やってたんだっていうのを絆会話で感じてすごい良かったし、あ、虫。虫ね。まあ虫は正直イラッとしたけど、虫のデザイン結構嫌いじゃなかったな。一部ではちょっと気持ち悪いって本当に言われてたみたいだけど、私は結構好きだったな。特に情報鉢のデザインはすごい良かった。あと最後のステージとかもすごい綺麗だったね。その、こう刀剣乱舞無双出ますって言った時に CG 見た時に、あれ、ちょっと昔の CG っぽいなっていう感じが正直あったんだけど、プレイしてたら全然違和感なかったね。本当に、その CG で大丈夫かなっていう不安はあったけど、全然楽しかった。あ、終わりやね。あ、いや、ほんとよかった。ありがとうございます。よかったよ、ほんとに。ただ、いや、終わり方。いや、なんか、もう少し救いがあっても、いや、でも、ニトルプラスだしな。こういう切ない感じで終わっちゃうのか。せっかく、おもちゃんの、まあ、上層教育というか、心が育ってきたところだったのに、いや、ここのサニワに会ったことないでしょ、おもちゃん。会わせてあげたいよ。あ、終わりました。うん、いや、スタッフロール中に、まあ大体のことは喋ったから、まあこれ以上喋ることもないんですけど、いや、これ、いいね、ほんと。サニワ、まあ現役のサニワであったり元サニワであったり、もうやって損はないんじゃないかと私は個人的に思うな。ほんと楽しかった。まあ、そのラインナップが、あ、ちょちょ、はいはい、そのラインナップが、あの刀剣乱舞無双、こうしてれば画面消えないだろう。ラインナップがやっぱり馴染み深いキャラが多かったのもあるし、まあ、かといってね、新しい子もちゃんといたし、個人的に長儀入っててくれてすっごい嬉しかったんだよな。長儀好きなんだよ。まあ、全然育てられなかったけどよかったな。トーステとかの長儀しか私はほぼ履修してないからなんともあれなんだけど、あー、長儀ってこういう感じなんだなっていうのが見れてよかったし、あと1、2もね、いや、よかった。1、2自分で操作して切ってんのめっちゃよかった。あ、そう、元サニワとかサニワの人ね。あとやっぱりこういう戦うゲームに馴染みがない人でも全然やれると思うな。私は難易度をノーマルにしてたから多少ヒヤヒヤする場面もちらほらあったけど、多分イージーにすれば誰でもできるよね。で、無双シリーズの中では本当に簡単めに作られてる感じがするな。無双シリーズってもっと難しい印象があるんだよな。いや、本当に良かった。あと、なんだろう、もうこれ以上語ることもないって言ったけど、大事なことあるわ、一個だけ。続編には絶対現状を出してください。よろしくお願いします。ではこんなところで失礼します。お疲れ様でした。ここまで見ていただいてありがとうございました。バイバイ。さっき終わったんですけど、その後ですね、まあ今は数日、いや、もう1週間とか経っちゃった後なんだけど、どうも新エンディングっていうのが存在するらしく、いや、それは回収しなきゃダメだろうと思って。はい、かしこまりました。その新エンディングっていうのが条件があるんだけど、その条件もクリアしたので、それをね、回収しに行こうと思います。達成率309になってんだけど、これよ、多
分これが新エンディングなんだと思うんだよね。でも正直あの撮ってから結構経ってるからもう何喋ってたか全然覚えてないんだけど、とりあえずこれから回収に行きます。このまま出陣でいいんだよな。うん、行きます。どうもスタッフロールの後になんか追加されるらしいんだけど、まああの条件見てたらね、なんとなく察しって感じではあるんだけど、どんなムービーなんだろうね。めっちゃ楽しみ。やっぱそこまで回収しないとさダメよね。神ゲーを作ってくださったんだから、サニワとしてはそこまで回収したい。結局サニワの歌、狙われたサニワの歌って何だったんだろう、未だに分かんないわ。え、なんか追加される、これが追加された部分、いや、え、条件はクリアしたぞ。え、終わり終わり、え、あ、あ、あれ、これあった、これどうだったっけ、オープニングだよね。まったく、急ぐぞ。いや、あの、ほんと前回収録した時の記憶がないのよ。驚きもいいものだぜ。もう集まってるね。おーい、みやびな日になりそうだ。いや、これはあったか。嬉しそうだな、長谷部。いつも通りだ。待たせますね。これで揃うだろう。良きかな、良きかな。これはみ…お、これが追加ムービー。帰ってきたんだよね。あ、帰ってきたんだよね。おかえり。あ、おかえり、おかえり、よかったね。いい歌だ。あ、また聴かせてくれって言ってたもんね。よかったね、また聴けて。あ、柔らかい表情やわ。はいはいはい。いやまあ、ここで、まあ変な画面で終わるんですけど、多分今のが追加だよね。スタッフロールの後、まあああいう映像あったかもしれないけど、おもちゃんが帰ってきた描写はなかったはずなんだよね。いや、うん、よかったね。これからね、みんなと仲良く、まあ、サニは帰ってくるといいよね。まあ、長々話す気はないので、この辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。また別の動画でもお会いしましょう。では、さようなら。バイバーイ。